まあスリーピークスっていう山のてっぺんに行って、パワどうも、ワイコーボーリュウタです。あ、ヨウスケです。おはようございます。おはようございます。そうね、山登りね、久しぶりの、うん、ハワイハイキング動画でスリーピークスっていうとんでもない険しい山があると友達に聞いて、その友達はなんか崖から落ちて頭縫ったりとかしてたらしいよね。あれやばかったよね。そう、まあスリーピークスっていう山のてっぺんに行って、あ、単純明快危険動画ね。帰りの方が危ねえんじゃねえか。もうめっちゃ景色よ、この周りと。あ、まあね、もう田舎や、田舎。スリーピークスってここに出てくるだけど、感じなので、マジユータゴルフの格好だからね、はい、まあゴルフもそのままいけるよっていう感じで僕はコンセプトしてますから、はい、てな感じでいきますので、じゃあ早速行きましょう。よし、今日多分だけどね、うん、僕の予想はニョキって出てなんじゃ上の方に、あれね、あのニョキって出てんの、うん、あれ切ない、行くの今から。怖いよ今、本当に2年ぶりだもん、ハイキングとか。昨日でバレンシで足パンパンなんだけど、まあ、怖くない？普通に。噂によるとあれの後にとんがり棒みたいなのが 2,3 個くらいあるんでしょ。だから3ピークスでしょ。多分2時間で、往復2時間とか考えてたんだけど、4時間コース説あるよ、あ、片道。あ、これが多分入り口です。どこ？あー、ゴルフクラブの隣、そう、敷地の何これ、すごくない？なんかお化け屋敷の入り口みたいじゃない？千と千尋の入り口みたいじゃね。千ーっつって、おお、雰囲気が、行きましょう。ちゃんとコンクリっていうね。誰かフードランドから来たのかな。間違えてました。なんか無駄に地震だけあったけどね、多分確実に間違えてましたので、戻ってきて、この新ルートに正しい正規ルートが、正しいのか分かんないけど、不思議すぎて痛いけどね、これ足血出るやつだね。痛い、多分長袖長ズボン、あ、これやばいや、ちょっと切れるやつだこれ。前体調きついっすね、結構。痛い。あ、でも開けたよ、もう。どうした今話。アプリ開いたのよ、うん、俺たちの現在地、青い点々。さっきのところ右だったんだ。右だね。マジかよ。蚊にも刺され、泥にもまみれ、はい、戻ってきました。はい、ただいま。奇跡的に陽介がね、アプリ、ハイキングアプリスタートつけて、まさかの違うルートが入り口があって、なんか途中まで違うのかなと思ったら全部違うのね。まあでも早い段階で、ね、途中で、うん、修正できたし、今からですよ、今からここではないです、入り口は。もうちょい先です。しゃ、気を取り直して。またちょっと行き過ぎたけど。見事に間違えたから、さっき、うん、あ、書いてあるわ、オロマナトレイルって書いてある、ね、一応正式名称オロマナトレイルなのかな、うん、インターネットで調べると。そうね、まあそれがスリーピークスって言われてるんだけど、こっからよ、こっからどこ行ってたの今まで。あ、はい、じゃあらしくなってきたんで行きましょう。危ない。ほう、あ、手使った。手使った。うんちだらけになった。だいぶ、もうずっとこんな感じで歩いてますけど、やっと人が見えたところで安心。抜群よ。めっちゃ人おるもん。ただね、Google でレビューさっき見たらね、This is no joke hike って、ね、冗談じゃない俳句だからって。風が気持ちいい。マイナスイオンって感じじゃない？ね、風が吹いてきた。マナーポールみたいな、なんか謎の風みたいな感じで。うんうん。今やっとね、奥の方に見えてきましたね、カイルアの街が。で、アロハ。バナナ TV じゃんそれ。その T シャツ。今気づいたけど。なんか安心感あるね、あの最初の道と比べて。うん、そこ山よ、あそこ。どこにあんの？あそこや。あ、あのてっぺん。あそこ行くの今、もしかして。今やっとふもとって感じ？
はーん、大体車で来れるところだからさ、ここは今からよ、今からちょっと長、長っ、あ、撮ってるよ、撮るよ、あ、動じない、あいつやべえやつかもしれない、走った方がいいっていうね、ここに気をつけまして走っております。ここは無理、もうほぼ上じゃん、さっきお兄さんたちあとハーフマイル取れてなかった、800メートルくらい、スリーピークスってこう急な崖が3つあるらしいけど、最初がきつくてあとの2つは楽って言ってたけど、1人落ちたらしいね今日、ああ女の人でしょ、うん、ということで陽介の山レポートってことで、レースがね重要でございます、これさハイキングじゃないよね、崖のロッククライミング、ただの行きましょう、行きましょう、お、こちら。もう俺の足が見えるぐらいのスティープさ。パワー。よっしゃー。ちょっと怖いよ。俺このさ。ダーって感じよ。景色すごいね。おー、すげえじゃん。いいね。こんな感じで。ただ風がない。まだ。言うほどじゃないよね。やば、その右見てみようすけ。うわ。じゃあ右の奥の山見える。ティップみたいな。あのティップが最後じゃない。でも行かなくていいと思う。そこまで危ないもん。さあ、うん。怖い。うん、はい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 、もうちょっと行ける、やっぱカメラがアップグレードしたからいいね、山登りちょっと臨場感が出てきた、シネマティックは別にいいよ、全然外見えんねえじゃん、いや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 、ギャルちゃんポーズ、そこでギャルちゃんポーズ、ギャルちゃんポーズ、ピザラブが言ってんじゃん、ギャルちゃんポーズって、人は人口密度一番高くね、ここは。あんま涼しくないという。いっぺん着いたんですけど、景色いいけど、ちょっとどうですかこれ。虫が多くてね、正直言ってあんまり。山としてちょっとあんま発明できないんだよ。俺もあんまりいいとは思わない。暑いしね、虫多いしね、風ないし。そうね。全然なんか疲れすぎてなんかテンション上がらないけどさ、暑すぎて。お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、本日の僕たちの動画を気に入ってくれたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。じゃあ。